よトントン。ご飯止まらないを使っていこうと思うんですけれども、美味しそうですね。カーザリングのモノノ。皆さんこんにちは、福アンバサダーの山下理恵子です。誰みーは北の国からやってきた雪だるま。あ、雪だるまです。雪だるまですね、はい、みーの国にこの間あのマジシャンの方が来られたんですよ。なんかそのすごい美味しい料理を作ってくれる人がいるって聞いたので、はいはい、ちょっとその料理を食べたいなと思ってやってきました。今日わかりました。ということで今日は冬のホームパーティーに作りたい簡単なレシピをご紹介します。今日の食材です。鮭、ニンニク、玉ねぎ、しいたけ、シュレッドチーズ、豆乳、米粉、パセリ、そして今日の主役、ご飯止まらんらんです。熱した明太子に上質な麺実油を加えることで瓶の中に明太子の旨味を閉じ込めました。明太子のプチプチとした粒感も楽しく、ご飯が止まらない、歌い出したくなる美味しさです。ロロロー。ということで今日は福屋さんが数々メディアに取り上げられているこちらの大人気商品のご飯止まらんらんを作っていこうと思うんですけれども。止まらんらんはもうできてるの。作らないの、お前はご飯止まらんらんは。ということで今日はこの福屋さんの大人気商品のご飯止まらんらんを作っていこうと思うんです。なんで作っていこうと思うっていうの、そこでなんで作るの。使おうと思うので。ということで今日は福屋さんの大人気商品ご飯止まらないを使っていこうと思うんですけれども、実はこれ3種類あって、鶏そぼろ明太ですね、そして明太ちりめん味、こちらですね、そして、はい、明太子味、この3つがあるんですけれども、今日は体作りをテーマにしようと思うので、この鶏そぼろ明太を使います。今日使っていくのは鮭なんですけども、この鮮やかな赤い天然の色素ですね、これがアスタキサンチンといって、筋肉の損傷を抑えたり疲労ですね抑えたり、さらに持久力を向上させる、プラスお魚なのでビタミン D が豊富、これ筋肉の質を良くするという意味合いで使ってます。でここに椎茸も使うんですけども、これも実はビタミン D、まあ、ビタミン D2、D3 なんですけども、筋肉の質を良くするための栄養素などでこちらを使っていきます。はい、一口大にカットします。椎茸ね、こんな感じでちぎっていただければいいと思います。裂いてもいいし、小口切りにしてもいい感じですね。玉ねぎをカットしていきます。普通にスライスでいいです。でこれニンニクもそうなんですけれども、アリシンという栄養素なんです。で今回ね、ビタミン B 群が豊富ですよね。こちらです、鮭にビタミン B 群、アリシンとつなぐことによって疲労回復効果が持続するということ。今回ね、パセリをね、トッピングに使うんですけれども、これちゃんと意味があります。筋力作りの場合って、いろんなところからタンパク質を取るってことが非常に大事なんです。プラス、これは何要素として使ってるかというと、ビタミン C。これをつなげてあげると、タンパク質の吸収が良くなるので、必ずビタミン C を使いましょう。なので、まあ、これね、最後トッピングでね、飾りじゃないのよ涙はですよ、わかりました。パセリは飾りじゃないの。なんだ、乗ってきましたね、ちょっと乗ってきた、乗ってきたね。いい、オリーブオイルね、はいはい、そしてニンニクね、ここはまあ普通です、いつもと一緒ですね。入れていきます。でちょっと火にかけます。あんまり僕近づくと溶けちゃうんで。なんでシルバーなんですか。僕実は、はい、まあ言ったら貴族なんですよ。貴族クラスになってくると、はい、だんだんこういうちょっとこうシルバーっていうんですかね。で王族になるとこれがゴールドになります。ああそうなんだ。はい、さっとね火を通すんですね。こんな感じ、一旦取り出しますよ。はい、玉ねぎを入れていきます。
同時に椎茸も入れていきます。でしんなりするまで炒めます。米粉ね、入れます。これ米粉選択したのはね、粒子がこう細かいんですよ。ホワイトソースってダマになったりするっていうのをこう悩まれる方もたくさんいらっしゃると思うんですが、これね多分失敗しないですよ。ちょっとずつね、はい、入れるんです。少しずつ入れていくんです。こうやってじわじわじわとやっていくとね、ちゃんととろみが出てきます。ちょっと触ってみて、少しとろみがあるのが分かるはずですよ。勇気やコンコンあられやコンコン、降っても降ってもまだ降りやまぬ。合ってますそれ。まあ言ったら僕らの国歌みたいなもんですよ。国歌だったんですね。はい、戻しました。美味しそうですね。もうやっぱり冬のホームパーティーって言ったらこんな感じですよね。美味しそうですね。これはとっても、そうすんごいいいアクセントになります。あー、いい感じいい感じ、とっても美味しそうです。完成です。できた。あ、美味しいですね。美味しいですね。まあ、クリーミーな感じと、はい、明太子のこう辛みっていうのが、うん、僕はすごい相性がいいなと思います。ピリッとしたいいアクセントになって、うんうん、すごく僕は合ってるんじゃないかなと思うんですけど、福屋さんの商品って本当にこうパンチのある辛みがあるものが多いんですけど、これはちょっと抑えめなんですね。鮭を入れない場合はこのこっちりめんが入ってるんですよ。だから鮭の代わりにこのちりめんでビタミン D、 明太子で動物性のタンパク質も取れるっていうことなので、これでも対応が効くというね、すごいものです。僕はこれちょっともっと多くてもいいですね。あー、美味しい美味しい、うん、この味は子供たちもすごく好きなんじゃないかなと思って、今冬になってきて体作りの時期に入ってくると思うので、ぜひ作ってほしいなと思います。今日はご飯とマランランのうちの鶏そぼろ明太を使わせていただきました。筋力作り、体作りというところで鶏肉をねチョイスしました。ですけれども、このちりめんが入っているものを使えば、鮭を抜いてもらってこの商品を使ったら今日の栄養構成になります。でさらに明太子だけのもあるので、ぜひですね、この大人気商品、メディアにも引っ張りだこの商品ですけども、お試しいただけたらきっとうわーってなると思います。美味しかったね、本当に。いや、美味しかったです、ね、はい、もうこれはやっぱり国に帰って報告します。お願いします。はい、はい、ということで、いかがだったでしょうか。ぜひご家庭でもお試しください。それではね、バイバーイ。